にミュージックフェスタインモッツ、どうも大和でございます。ただいま那覇の台風21号が接近しているさなかの那覇サイオンスクエア前にやっております。夜中の12時を過ぎてますけども、サイオンスクエアといえば勝手にミュージックフェスタが行われた最初の場所です。今はこんな台風のせいで閑散としていまして、ゴミだらけです。さあ、那覇の男といえばこの人です。那覇のテンブスをほじくる男、デン国です。国空、こんばんは。こんばんは。ついに来ましたね、この日が。そうですね。なんと国空さん、はい、バンド作っちゃいました。はい、国空ウィズスカイウォーカーです。もう一度お願いします。国空ウィズスカイウォーカーズです。国空ウィズスカイウォーカー、純スカイウォーカーみたいな。いや、紹介しましょう。はい、国空ウィズスカイウォーカー。適当だ。鍵盤担当のマッスイスカイウォーカー。マッスイ。マッスイ。よろしく。よろしく。そして国空ウィズスカイウォーカーギター、情熱ギターのターキー。ターキー。パーカッション担当ヤマト。ヤマトです。そんなわけでね、5人、ね、4人揃って本当の嵐よね、今日嵐ですよね。嵐ですよ、今日嵐よ。本当に嵐だよね、今日台風のね。台風ですよ、今日もう一番接近してる時に練習したよね。スタジオ入りして終わったらもう嵐よ、あとの。でも昼間めちゃ緩みだったのね。昼間はね、今日本当に、今日ね、今日僕料理、韓国料理で働いてるんですけど、うん、客はここ来る前と思ったんですけど、ちょうど大盛況で大盛況だったね。大盛況で本当にてんやわんやでずっと客切れなくて最高売上で達成したぐらいの時に大和君も来たんですけどそうそう、今日何も絡むコツすらできず帰っちゃってあのね、杏仁豆腐ぐらいそうそう、チェゴヤの杏仁豆腐最高にうまいですよ。今回ピアノをサポートするという、こういうところが勝手にミュージックフェスタっぽくていいね。そうですね。ピアノは路上で弾けなかったですもんね。そうだね。そうそう、確かにずっとギターだったから。いやー、楽しんで。ね。そしてターキーさん。ターキーさんは勝手にミュージックフェスタもかなり前から出てる、もう常連というかもう準レギュラー的なね。7回目ぐらい。そうですね。7回目ぐらいから。10回目は出なかった。大体ちょこちょこ顔出して、そうそうそう、そうなんですよ。僕も連絡しなかった時もあったりとかして連絡してしなくても現れるとか本当にそうだよね、最初そうだもんね、うん、なんか、あれみたいな、毎週今日やってんじゃないですか、どうだってもうやったやっぱ、そう、何かの縁あるでしょ、ね、必ず現れるターキーさん。そうですね、そうですね、シンクロしてます。あのアルバムのレコーディング、うん、あの大和君と2人で作ってる、うん、もう終わりましたね。まあほぼ終わり、もうやっと解放されて苦しみから重圧からできるの、できない、できるのか、果たして。いや、俺、僕はまだ重圧に押しかかってるよ。まだ終わってない。一応、あ、そうだよね、僕まだ終わってないよ。あとはちょっとね、綺麗な音を入れたりとかね。そうですね、そうですね、はい。ちなみにその10月22日発売予定と言いましたが、国空アルバム、アルバム、そうですね、5曲入りぐらいでね、ミニアルバムになりました。あ、でも、あ、できるかも。いや、無理はしません。そうですね、はい、あ、なんとかね、今から発売しますんで、5曲入りぐらいで、イエーイ、国空だけに。こういう無茶ぶりはね、カー君しかできないから。夜中だから。まあ、そんだけでね、はい、台風がもうすぐ去るかなってぐらいですけども、さあ、じゃあ勝手にミュージックフェスタインモッツ、皆さんよろしく。よろしくお願いします。